皆さんこんにちは。2023年に25周年を迎えたハロプロことハロープロジェクトモーニング娘。をはじめ、たくさんのグループやユニットがあり、長い歴史を持つアイドルグループ集団です。他のアイドルグループに比べて明らかに歌唱力が高く、パフォーマンス中は口パクを一切しないことでも有名です。しかしそんなハロメンの中には最初からレベルが高いわけではなく、歌を苦手とするアイドルも多く存在します。そんなハロメンたちは歌がうまい子と比べられ、苦しい思いを抱えつつも周りのハロメンたちと切磋琢磨し、トレーニングを続け、いつの間にかファンも驚くような成長を見せてくれることがあります。そこで今回はビジュアル、歌唱力、人気度ともに覚醒したハロメンを5人紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。1. 上村あかり、ジュースジュースのメンバー、愛称はアーリー。アーリーこと上村あかりさんは、お顔が美人かつ可愛く、スタイルも抜群であることから、ジュースジュース随一のビジュアルメンバーと言われています。しかし加入時、歌唱力についてはあまり触れられることはありませんでした。歌割りもあまりなく、パフォーマンス中も緊張か自信のなさからなのか、真顔で歌うことがほとんどでした。一人のアイドルとして見るとそんなに歌が下手なように聞こえませんが、周りのメンバーが桁違いにレベルが高いため、上村あかりさんは決して歌唱面とは言えない立ち位置でした。ジュースジュースの結成メンバーに選ばれた時、私が最低ラインのメンバーで、自分のせいでグループのレベルを下げてしまうのだけは嫌でしたと語っており、研修生を卒業してからもレッスンを入れたりと、基礎の柔軟や体幹から教わり直していたそうです。そんな上村あかりさんのボイストレーナーを担当していたのは菅井秀則さん。ハロオタの間では有名な先生です。菅井秀則さんは上村あかりさんの歌声について、声は出るんです、多分メンバーの中で一番大きな声が出ると思います。音でちゃんと音楽にして声に出すとなると、声の大きさばかりで音とコンビネーションできない、ただ応援団みたいな声になっちゃうから、そこをまず改造してあげなきゃいけないと語ります。上村あかりさんは、集中して声を出すと体力が持たず、レッスンで毎回貧血になりそうだったそうです。感覚で歌うタイプらしく、指導の言葉がわからなくて困っていたそうです。それを先生が見抜いて、頭で考えるより先にまず歌ってみてと教えてくれたのが、成長の一つのきっかけになったそうです。こうした努力の積み重ねで、少しずつ歌割りが増えていき、不安そうな表情から自信がついて堂々と歌うようになっていきます。220本のライブハウスツアーやアリーナのような大舞台でも歌い続け、今ではジュースジュースのリーダーとして後輩やメンバーを引っ張る存在となり、ジュースジュースには欠かせない歌唱面として活躍をしています。何度か辞めたいと思うこともあったそうですが、ジュースジュースがあるから、傷ついたことがあっても、扁桃炎を繰り返したり、体調が悪くてもメンバーといるだけで元気になれるそうです。ファンも驚くほどの成長を遂げ、メンバー愛にあふれている上村あかりさんは、2024年の春ツアーをもってグループおよびハロープロジェクトから卒業することが決まっています。ハロメンの中で1、2を争うほど成長が凄まじいと言っても過言ではない上村あかりさん。卒業までの期間、目いっぱいジュースジュースとしての活動を楽しんでほしいですね。2. 佐藤正樹、モーニング娘。元メンバー、愛称はまーちゃん。まーちゃんこと佐藤正樹さんは、加入当初は歌ダンスともに初心者でしたが、オーディション合宿中の成長が目覚ましかったことや、ビジュアルの原石として見事合格を勝ち取りました。歌唱力は当初から音程とリズム感が備わっていましたが、
強いて言えば子供っぽい歌声で少し苦しそうな歌い方をし、調子が良い時と悪い時が非常に分かりやすい印象でした。しかし少しずつ発声力と表現力を身につけていきます。ビジュアル、歌唱力ともに覚醒したと言われたのが2015年から2016年の頃です。それまでに持っていたリズム感に加えて、毎回変わるアレンジ、表情や歌声のバリエーションなど、見るものを楽しませるパフォーマンスはアイドルの域を超えているとも言われます。モーニング娘。のパフォーマンスを高めたと言われる OG の高橋愛さんも佐藤正樹さんのファンであることを公言しており、自身のブログでもまーちゃんの動画ばかり見ている、コンサートで本物が見れて感動、モーニング一の魔物まーちゃんなどと語っています。またビジュアル面では2012年加入後3枚目のシングル1,2,3 ザ・マテンローショーで前髪パッツンのクレオパトラのような髪型が話題になったり、その後2014年までは前髪を上げて額を出す、いわゆるデコ出しが固定の時期があったりと、デコ出しも決して悪くないのですが、固定の髪型だったため一部のファンは残念に思っていたそうです。推しているアイドルにはいろんな髪型をしてほしいですよね。そして2015年に入って長らく続いたデコ出し固定がやっとなくなったのか、前髪を下ろした姿を見せてくれて、佐藤正樹さんのファンは歓喜の声を上げます。ここから佐藤正樹さんのビジュアルは急速に洗練されていき、今では歌ダンスといったパフォーマンス面のみならず、ビジュアル面においてもモーニング娘。およびハロープロジェクトで屈指の人気を誇るまでに成長しました。そんな佐藤正樹さんですが、2021年12月13日に日本武道館で行われるモーニング娘。21の単独コンサートをもって、モーニング娘。21およびハロープロジェクトを卒業します。まーちゃんロスという言葉が生まれるほど、佐藤正樹さんの卒業を惜しむファンが SNS で悲しみの声を上げていましたが、それほどまでに佐藤正樹さんが世間やハロプロに与えたインパクトが強かったということですよね。現在ではソロ活動を行い、オリジナル曲をリリースしたりと歌うことを続けているようです。ビジュアルの原石と言われ、いつしか宝石となってまばゆい輝きを放つようになった佐藤正樹さん、これからも応援していきましょう。3柳川七海カントリーガールズジュースジュースの元メンバー、愛称はヤナミン、ヤナミンこと柳川七海さんはビジュアル面で大きく覚醒をしたハロメンの一人です。カントリーガールズ時代は自他ともに認めるチャームポイントの8の字眉毛を見せたデコ出しのロングヘアで、ハロプロのグループにありがちなメンバーのうち一人はデコ出し面に該当していました。しかしジュースジュース兼任となり、気づいたら前髪解禁となりました。これまではどちらかというと子役感ある佇まいに弁が立つ女の子という印象でしたが、前髪を作ることにより超可愛い美少女への格変を遂げ、ハロータは可愛いと大絶賛していました。前髪一つでここまで印象が変わるのも柳川七海さんの魅力ですよね。ヤナミン覚醒と騒がれ始めたきっかけは、同グループの宮本花凛さんが撮影した写真です。柳川七海さんはジュースジュースのフィエスタフィエスタという楽曲の真っ赤な衣装を身にまとい、階段に座り大人の魅力を感じるポーズをしています。前髪もそうですが、百戦美セクシーなポージングなど、とにかく従来の柳川七海さんのイメージにはあまりなかった要素が凝縮されていて、ハロータはこの辺から柳川七海さんに対する見方が大きく変わったのではないかと思います。少女から大人へ、思春期を経てぐっと変わっていくものですが、柳川七海さんの覚醒はあまりにも急でした。
そんな彼女は舌足らずな可愛らしい歌声で、ライブを重ねるごとに安定感と力強さを増し、ドキドキさせられるような妖艶ささえも醸し出すようになっていきます。そんな彼女は覚醒後も続々とファンを増やし続け、2019年3月11日のゼップ東京公演をもって、カントリーガールズとジュースジュースの両グループおよびハロープロジェクトを卒業します。卒業後は芸能界を引退しているようです。卒業コメントでは、人間的な成長が必要だと感じ、そのためにも進学したいという気持ちが大きくなりましたとあるように、現在は進学をしているのでしょうか。どんな選択肢でも柳川七海さんのこれからを応援していきたいですね。4. 道重さゆみ、モーニング娘。元メンバー、愛称はさゆ、さゆこと道重さゆみさんは、オーディション時にこの子の存在が芸術作品とプロデューサーのつんくさんから評されているほど、アイドルとしての素質がピカイチです。しかしモーニング娘。加入当初は自信がなく控えめで、歌もダンスも苦手な印象でした。モーニング娘。オーディションの時、音程を取ることができなかった道重さゆみさんに、ボイストレーナーの菅井秀則さんはレッスンをします。課題曲はメロン記念日の赤いフリージア。菅井秀則さんの厳しい指導に涙を流す道重さゆみさん。そんな彼女に菅井秀則さんは、できませんじゃないよ、やるのよ、好きだったらと言います。レッスン中の道重さゆみさんは、お世辞にも音程が取れているとは言えませんが、道重さゆみさんの歌声を一度も嘲笑しなかった菅井秀則さん。本気で向き合って成長するように菅井秀則さんは導きます。そんな先生の指導に弱音を吐かずに道重さゆみさんはついていきます。わずか3日間のレッスンで大きく成長を遂げ、道重さゆみさんはオーディションに見事合格。応募総数約1万4000人の中からモーニング娘。としてデビューを果たします。そんな道重さゆみさんはデビュー後しばらくセリフのポジションしかもらえず、どちらかというと劣等生でした。そんな中、長い間最後まで諦めず頑張っていてくれたことだけで泣けてきますね。道重さゆみさんの諦めない姿勢や、今の自分にできることを一生懸命模索する姿に胸を打たれたファンは数多くいます。そんな道重さゆみさんは2012年5月19日から2014年11月26日までモーニング娘。8代目リーダーを務めました。リーダー期間中、オリコンシングルチャート5作連続1位やメディアに取り上げられる機会も多くなりました。リーダーとして数々の伝説を残し、2014年11月26日道重さゆみさんはモーニング娘。14を卒業します。卒業コンサートでは、私の人生の始まりの曲、この曲を歌ってモーニング娘。になりました、心を込めて歌いますと言い、赤いフリージアを歌います。12年かけて研鑽を積んできた集大成がこの赤いフリージアならぬさゆージアなのです。音程もリズムも知らなかった道重さゆみさん、活動を続けていくうちに少しずつ歌割りも増えていき、いつしか真のアイドルと言われるようになった。彼女の努力は計り知れません。今後も目が離せませんね。5. 新垣梨沙、モーニング娘。元メンバー、愛称はガキさん。ガキさんこと新垣梨沙さんはモーニング娘。加入時、オーディションのスポンサーだった企業の CM に出ていたことが分かり、骨ガキなどと激しいバッシングを受けていました。12歳の女の子には耐え難い苦痛を味わったはずです。初めてのコンサートでは、やめろと客席から罵倒されました。骨帰れなどと書かれたボードを掲げるファンまでいます。年端もいかぬ12歳の少女に
一部の監修は容赦ありません。ネットでも叩かれ、ファンクラブのグッズも全く売れません。視力の良い新垣梨沙さんからはステージの様子も全て見えていたそうです。それでも彼女は決して彼らを恨みませんでした。ただの一度も泣き言を言わず、ひたむきな笑顔を絶やさなかったそう。ファンへのメッセージにはいつもありがとうと書かれていました。この状況を耐え抜き、活動を続ける中で歴代トップクラスの歌唱力を身につけます。特徴的な声の持ち主なので、ガキさんが歌ってるパートってすごい耳に残るよねとハロータの中でも話題になりました。2012年までモーニング娘。の活動を続けた彼女は、グループのリーダーのみならずハロープロジェクト全体のリーダーにも任命されました。はじめはファンに受け入れられなかった新垣梨沙さんがモーニング娘。の伝統や歴史を守り支えてきたのです。ハロータはガキさんはモーニング低迷期を支えた本当の意味で功労者、心ない声にも耐えてちゃんとプラチナ期メンバーをまとめ上げたのはすごい。プラチナ期の頃のガキさんは輝くほど可愛かったと語ります。可愛くて幼い子というイメージが強かった彼女は、成長していくにつれて大人っぽくかっこいいハロメンへ進化を遂げます。そんな新垣梨沙さんは2012年5月18日モーニング娘。を卒業します。卒業後は歌手、女優、YouTuber と活躍の幅を広げているようです。公式 YouTube チャンネルのリサチューブでは、現在の新垣梨沙さんの日常や歌ってみたなど公開されています。卒業後もこうして元気な姿を見せてくれる新垣梨沙さん、これからも応援していきましょう。いかがでしたでしょうか。今回はビジュアル、歌唱力、人気度ともに覚醒したハロメンを5人紹介していきました。常に進化し続けるハロープロジェクト、この先思わぬハロメンが覚醒するかもしれませんね。これからも一緒にハロメンの成長を見届けましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんが思う覚醒したハロメンをコメントで残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。